アルジェンタは、イタリア共和国エミリアロマーニャ州フェラーラ県にある、人口、約2万2000人の基礎自治体、フェラーラ県南部に位置するコムーネ。アルジェンタの町は例の川沿いに位置しており、県とフェラーラから南東へ3 0トルラベンナから北西へ3 7シュ州とボローニャから東北東へ4 2トルの距離にある。 地域は例の川に沿って東西に長く、面積は311平方キロメートルに及ぶ。地勢は平坦で、例の川下流域の小宅地を含み、小牧雄の肩に面する。小宅地は、排水により干拓が行われ、農地に転用されている。また、アルジェンタ市街に近いバリディカンポとは、自然保護区となっており、ポーガーデルタ州立公園の一部を構成している。 隣接コムーネ、隣接するコムーネは、以下の通り。某は、ボローニャ県、RA は、ラベンナ県所属を示す。アルゼンタには、以下の分離集落がある。ポーガーデルタ州立公園に指定されている。地域には3県のラムサール条約登録湿地がある。バリレジリューデルコンデンソリオディコマッキオ、バジェカンポといい、バッサロネ、バジェサンタである。ありがとうございます。